優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日振り返っていかがでしたか？そうですね、もう一回負けてるんで、はい、そこでちょっと今日はもう元気なくなってたんですけど、はい、とりあえずまたチャンスに向けて、はい、そこから勝つことができたんで、はい、プラマイゼロくらいです、はい。一旦負けを宣告されたときはどんな気持ちでした？そうですね、世界大会の選考の一番最初だったんで、はい、でアジアカップの選考もあって、あ、ちょっと今回いろいろと厳しいかなって思ったんですけど、はい、まあ、正直やる気ちょっとなりました。それで試合がまたあるよって聞いたときはやっぱりちょっと気持ちを立て直すのは難しかった？そうですね、気持ちはあんまり戻らなかったですけど、でも体はだんだん動くようになってたので、逆にスロースターターなので、動かせば動かすだけは体は、はい、一番きつかった試合ってことは何、どの試合になりますか？体力的に一番疲れた試合はやっぱり1回戦が、どうしても毎回1回戦がちょっと厳しいです。あ、なるほど。それは自分のその体のエンジンがかかり具合で、そうですね、やっぱりいくらアップしても1試合目はちょっとどうしても大振りになったり勢いがあったり、今回もポイントとかなかったですよね、1回。いや、1回戦はなんか効果か、あ、そうですね、効果なんか、はい、あとは日勤的で1回負け、そうですね、てか本当引き分け2つ、あ、引き分けじゃなくて反則2つもらってしまって、はい、で効果取り返したんですけど、はい、延長戦だと反則がある方が負けちゃうんで、それで負けて、はい、決勝戦は綺麗にハイキックで一本勝ちしましたけど、あれはもう狙ってた、狙ってたわけじゃないですけど、ハイキックはいつも気づいたら出てる感じです、はい、気づいたら出てる、その体の中で勝手に動く感じです。その時のハイキックは大体ああいう感じのハイキック、あ、当たるハイキックはもう自然に出たハイキック、毎回ね、いつもビデオを見直してもよく分からないんですよ、タイミングとか、自分でも分からない、そうですね、毎回同じハイキック打ってるつもりなんですけど練習じゃ出ないんですよ。ああ、すごいですね、天性感で決勝ぐらいしか出ないんですよ、なんだかんだ。そう、しかもきつい時、体調がきつい時にしかあんまり、では今後 秋のアジア大会ですか、世界選手権に向けて意気込みをお聞かせいただけますか？この前の、モンゴルでワールドカップで負けちゃったんで、はい、今回は勝てるように期待に添えたいと思います、はい、世界はどうですか？世界大会はもちろん一応優勝を狙っていきたいと思います、はい、あれですよね、目黒選手が勝ったシャフカットですかが、世界チャンピオンのコリアン・エドガーに勝ったりしてますもんね。だからだったら自分がっていう気持ちも強いんじゃないですか？あんまりそういう気持ちはないですけど多分コリアン・エドガーさんよりシャフカットさんがやりやすいですね。ああ、そうですか。まあでもどっちが来ても勝って、そうですね、頑張りたいと思います。はい、楽しみにしてます。お願いします。